疲労が蓄積しているようだ。良ければメンテナンスを行おう。あなたのおかげで機械人形師としての知見と視野が広がったように思う。オートマタは人の役に立つための存在。その前提を差し置いても私はあなたの力になりたい。この感覚を形容するのは難しいが、楽しさのようなものを感じている気がする。あなたが楽しそうにしているとなぜだか私も笑顔になる。これも不思議な感覚だ。恥ずかしがる必要はない。ずっと見ていたいくらい澄んだ笑顔だ。これからあなたに触れても構わないだろうか。言葉だけではなくこの感情を伝えたい。